はい、どうもこんにちは、ナッチでございます。本日ですね、アップデートが入りまして、ポケモン GO ですね、第3世代が今週末から来るということで、いろいろね、中身も変わりました。こちら見てわかる通り、おすすめバトルパーティーっていうね、パーティー名が出るようになって、多分今後ね、いろんなパーティーが設定できるんじゃないのかなって思います。はい、でレイドも変わったらしいんで、実際にレイドやっていきましょう。はい、こんな感じですね。ログがまず右下に変わりました。で、逃げるボタンが小さくなって、間違えて押すってことがなくなりまして、さらにゲージ技がね、タップになってます。これがすごくやりやすい。今まではこう長押しして、たまに不発だったってことがあったんですけど、今回からもここを押すだけで発動できるんで、これだいぶソロレイドとかもね、変わってくるんじゃないのかなって思います。で、なんかハガネルが多いですね。ハガネルはあれかな？今一つで耐久できて、地震で弱点つけるみたいな感じですかね。なので、これだいぶ事務戦はやりやすくなりましたね。まあ多分避けバグは治ってないんでしょうけど、このボタン式はすごく楽です。こういう大人数で殴る場合はもう下連打でいいですし、ただ、右利きの方は、僕もそうなんですけど、こうね、ログが隠れちゃうんだよね、ちょうど手で。なんでここ位置変えれたらいいなって思います。左とかにできたら見やすいなって思います。まあ、効果は抜群だ。もうしつこいぐらい出てどうでもいいんですけど、避けたとか、あとはゴローニアストンエッジを使ったとか、この辺がね、この辺はちゃんと見たいので、そこが見にくいかなっていうぐらいですね。あとはなんか新しくなった感じですごく楽しいです。はい、倒しました。全然強くないです。まあでも、4人ぐらいでもいけそうですね。はい、ゴローニャ倒しました。金釣り12。お、技マシンスペシャルありがたい。いや、金釣りがさ、多すぎてさ、やばいんすよ。金釣りと不思議な飴が多すぎてさ、不思議な飴は第3世代のキャラクターにとっておきたいなと思ってて、なんで、まあ、金釣りはどうしようもないんですけどね。まあ、ないと思いますけど、ボーマンダが野生とかに出た場合使いたいからね。一応、鳳凰とかには使ってるんですけど。まあ、やっぱ余っちゃうんですよ。何？ちなみにゴローニャをゲットするのは初めてです。野生でもレイドもやったことないんで、初ですが。これグレイトなのか。でも枠がオレンジなんで、そんなに難しくはなさそうですね。さすがにパイルチャレンジは今回はしません。とりあえずは釣りでいきます。ここで金釣りを使わないから多分余るんだろうな。なんかさ、攻撃のモーションがさ、これ分かりにくいよね。顔隠れちゃうからさ、どの辺投げればいいか全然分かんない。ああ、間違えた間違えた。さあどうだ。お！なんだかんださ、このグレイトとか出ない方が捕まる現象ね。はい、ロックブラスト。ロックブラストはマジ舐めてますね。せめて自信だろっていうね。はい、ということで、まあ残念な結果でありましたが、またね、第3世代追加されたら頑張ってやっていきたいと思います。ということで、以上、ナッチでございました。バイバイ。